Thank you.
だ。なんだっけ、なんか話そうと考えちゃった。考えてたんですけど、忘れちゃった。どう？なんだっけな。あ、そうだ。ね、1日目の午後ですね。午後で、ね、もうさっきしゃもじがすごい盛り上げてくれたんで、そのモノラルも盛り上げていけたらなって感じを思ってるんですけど、あ、そう、あ、ベイ、ベイ、こんがらがっちゃった。あ、そうだ、けん、あ、そう、4年だからちょっと話すことがないんで、ちょっと話そっかな。うん、4年で、うん、4年だから、4年でギタボでやるの最後だから、そう、ウェイ、それとこしょう。ちょっと話そっかな。慶応ね、入って、さっきともみとかタッキーとかも言ってたんですけど、なんかやめたいって最初言ってて、私も最初、そう、最初やめ、友達がいなくて、すごい、やめたいって思ってたんですけど、そうなの？そうなの？意外？そう、そう、そうやめたがってたんですけど、でもなんかだんだん、先輩後輩同期すごい話しかけてくれて、そうなんか自分からあんま行けなかったんですけど、まあ、今もあんま行けないんですけど、なんだろう、うん、自分なんだ、県を入ってすごい人の温かさに触れて、人の温かさに触れて、そこからなんかねえちょっともうやめて、そう。なかなか人見知りが激しいからあれなんですけど、うん、でもすごい気合入って、それなんか今まで聴かなかった音楽とかも聴けたし、本当なんか、うん、ね、もう聴けたし、すごい入ってよかった。暑いんだよ、暑いんだよ、暑いんだよ。そう、すごいなんかこうやって悪乗りとかもできて、お酒いっぱい飲めてすごい楽しいなって思いました。感想文終わりました。丸花芽は何か話す、ごめん、何、あ、話さない、ありがとう、もうありがとう、卒コンじゃねえよ、お母さんの後で、ね、そう、チュンかなって、ね、なんでチュンだったんですか。いや、特にそれはそれで、それはそれで。でもなんか、雰囲気が違うかな。もっとなんかさ、ミックスはあるでしょ。ありがとうね。ね、すごいなんか、ね、楽しかったよね。スタジオもそうだし。ね、すごい。まっちゃんだね。ちょっと耳がさ、そう、フヒってなっちゃうんだけど。最後の曲なんですけど、ね、踊ってほしいんだよな、特に先生、イカ踊りしてほしいんだよな。なんでイカなのかみんな知ってんのかな。なんでイカなのか。なんでイカなのか。なんでイカだったのかな。なんでイカだったんですかね。なんでイカだったんですかね。スプラトゥーンのイカみたいな声だったから。なるほど。そう、まいちゃん。あ、エミさんね。そう。そう、イカ踊りしてほしいな。まあ、4年生やってくれるんで。真似してくれたら幸いです。ね。ちゃんと考えたのにさ、なんかいろいろ飛んだ。いいよ。じゃあ、次の曲に行く前にいいですかね。あれ大丈夫、ちょっといいですか、お時間もらっていいですか、すいません、本当にチューンサプライズ好きなんですよ、おらチューンはサプライズが大好きなので、先輩がいるバンド全部用意しちゃった。
取れちゃうっていう。もうなんか全然取れちゃうんです。何まああのホノラルラビー去年あのほのかさん入れて3人でやってたんですけど、今年追い込む時にちょっと私あのしばらくサークルちょっと行ってなかったんですね。ちょっといろいろあってですね、行ってなかったんでいろいろあったんですけど、いろいろあって行ってなくて、もうちょっとこんだけ行かなかったらもう行けないなと思ってやめちゃおうかなみたいな思ってたんですね。そんな時に一緒にやろうって声かけてもらって、でなんか頑張れました。なんか多分先輩、この先輩方が声かけてくれなかったら多分私もここにいないと思います。ガチガチ本当にこれ本当にあの本当めっちゃありがとうございますの気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。あの一人で二人分なんでちょっとあんまいいものじゃないんですけど、何も準備してもらう。これただのお花じゃないんですよ。入浴剤。でこれ車の色で分けました。かなめさんが赤。ジュフさんピンク。ちっちゃいけど変えちゃったんで。かなめさん、はい。ありがとうございました、本当に。昨日夜鍋して書きました。人狼しようね。何も出ないですか。おお。ギリギリ穴なって。いや、色だけ。野球ボールの。野球ボールの。インクだけで。違うよ、別だよ。あ、すごい。ね、そう。ね、あの、なんだ。あ、そう、音痴なんで、そう、ギターボとかあんま普段しないんですけど、モノラル。そう、ほのかさん出た後。ほのかさんが卒業した後、もうやんないんかなとか思ってたんですけど、やっぱしたいなって思って、ね、そう、そう、マジか、語彙力がない、すごい、すごい、もうチューンの要もすごい、なんか他のバンドでも組んでくれたんで、すごい嬉しい、いっぱいいっぱいだ、ありがとう、ありがとう。ちなみになんで入浴剤にしたかっていうと、多分この卒コンシーズン多分スタジオ続きで疲れてると思うんで、お風呂入ってゆっくり休んでくださいっていう。はい。Thank you.
ました。